あ、そっち今良かったのに、はい、どこ行っちゃったですか。アクセルを入れたら外に行くような気がするんですか。はい、あ、します、今の踏んだら内側に入っていってますよね。そうなんです。どこしても外にこう飛んでいくイメージしか出てこなくて。おいよ、こっからね、ペペ緩めたんですね、今。緩めたのが。緩めましたね。緩めました。緩めましたよね。緩めたのがいかんのですね、あれは。はい、そう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 。緩めなければ曲がっていってると思います。はい、まあ、進入すごい良かったような気がしますね。流れをイメージして丁寧に。あ、向きは変わりきらん。はい、とダメです。踏んでも。はい。曲がらないですよね。流れをイメージさせないで、しっかり向きを変えて。まだ聞いてますかね。聞きたいですね。なんか入りはすごいいい感じになってますよね。はい、こっからも向きは買い切らんかったブレーキを抜くのが早かったですよね。しっかり入れてあげて向きを変えてあげないと。はい、もしっかり向きを変えて、そうそう、アクセルで、よ、入れてアクセル入れてアクセル入れて、そう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 、今ちょっと入れすぎたぐらいですよね。あ、でも、ま、曲がっていきましたよね。はい、曲がってきました。曲がりました。あの感じです。ではそうです、そうです。そこで抜くとアンダーになって外側に逆に行っちゃうんですね。はい、これは着地ができないので、はい、無理やり打ったので、しっかり変えた後にキリキリキリ入れるのか、遅いのかな。一番グリップがある状態の時にもうちょいアクセル入れてあげてもいい、はい、いいと思いますけどね。しっかり向きを変えて、ここからアクセルここで入れて、そう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 、今も入れた後にちょっと抜きましたよね。抜いたので R が大きくなったので、はい、そこでちゃんとアクセルで行きたい方向に、はい、です。だから押す、早め早めに、はい、向きがしっかり変える、グリップガル入れる、入れる、抜かない、どうか、今アクセル一定だったんで、はい、どんどんはらんでいっちゃいましたよね。はい。変えてあげて、タッチしてくれる、入れる、早すぎる、タイヤのグリップがどんどん抜けていくのが分かりましたよね、今。はい、あそこをコントロール、アクセルでコントロールして曲げてあげる、はい、いい流れ、向きをしっかり変えて、入れる、入れる、抜く、入れる、入れる、抜く、よしよし、行きたいところにある程度アクセルで今持っていきましたよね。はい、できるところでは、
そうそうそう、車をどこに持っていきたいかをアクセルで持っていく感じですね、はい、いいじゃないですか。ポカッタ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 。そうですか。なんか車がちゃんとあっちのあの、はい、向こうのコーナーに向かってこう飛んでいくような準備をしながら加速していってるような姿勢にはなってましたよね。たまたまでしょうね。そうですね。まだまだ物にある。だから今おそらくその外側に。思った時は、はい、アクセルを抜いてる感じなんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、抜いてますよ、はい、あのアクセルで曲げていってる時は、はい、抜くというよりも何て言うんですかね、はい、同じタイヤの回転数を維持するようなイメージ、はい、すると抜いてるような感じになるっていうか 外に膨らんでいくんですよね、はい、で入れると当然アクセルかくんで円がちっちゃくなる、はい、だから完全にオフをするような感じでもないんですよね。入れてニュートラル、あ、今完全に1回抜きましたよね、アクセル。あ、抜けてますか、はい、あ、ね、じゃあもうちょっとまだ少し残してるうーん、タイヤのグリップが一瞬なくなっちゃうんですよ、はい、アクセルを完全にオフにしてしまうと、今一発目がちょっと入れすぎちゃいましたね。しっかりして、そしてここからちょっと入れすぎたな、惜しいな。アクセルに意識するんではなく、この姿勢を維持してどこに車を持っていきたいかのイメージの方を強くしてやると、探りながらですね、今までただアクセルをこうじわーっと増やしていくとかっていうので、タイヤが自分の意思とは別で滑り出したりとかしてたのが、今フラフラしてるのはアクセルをこう入れようとしてコントロールしようとして、それが来る、なんていうかね、マッチしてないから乱れるだけであって、はい、あ、先までそういうコントロールっていうのがなかったからですね。全然大丈夫です。ここから、どこに行きたいのか、どこに行きたいのか、どこに行きたいのか。そう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 、大丈夫です。アクセルで行きたいところに車を持っていく。そう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 、押し押し。おいよ、からの、あー、はい、今のであの後ろのタイヤから、はい、自分から離れていったのが分かりましたよね。今のはちょっと分かりやすいかな、はい、まあ、その違いが分かるようになっただけでも全然いいと思います。お、からの、さっからの、惜しいな、何かがちょっと足りないです、足りなかったです、何かがちょっと足りなかったですね。車をどこに、ああ雑念が入りましたよ。
しいな。全然さっきより全然いいですよ。車をどこに行きたいのか。どこに行きたいのか。ちょっと先をイメージして、はい、行ってしまってから考えようみたいな感じになってますよね。行ってしまってから考えよう、はあ、だから足りないとか行き過ぎるとかが出ちゃうので、この辺からもうどこに行きたいのかをもう、そうそうそう、どこに行きたいのか、そう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 、流れをイメージして、ここからどこに行きたいのか、どこに行きたいのか、どこに行きたいのか、そう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 、するとその先が楽ですよね。そうですね。はい。いや、そうですね。行き当たりばったりにならないように、ご利用は計画的に利用からの姿勢を作って。頑張りすぎて、この後どこに行きたいのか、俺はどこに行きたいのかって。ああ、ちっちゃくなりそうな。今もちっちゃくなってしまうっていうのが、はい、振る前ぐらいにも分かってましたよね。分かってましたね。はい。もうどこに行きたいのか。今みたいにやっぱり準備の段階で失敗してるときはもうその先はそのままでは繋がっていかないので、はい、まずはそこを失敗したときはちょっと一旦諦めて次のコーナーでっていう感じで、いいよ。もう行きたいとこに行けなくなりますもんね、その流れでですね。いいです、いいです。おはよう。いいよ。どこに行きたいんだ、俺はどこに行きたいんだ、そこじゃない。まだまだ先が。そうですね。いい入りからの、どこに行きたいんだ、俺はどこに行きたい。邪魔されましたね、今土手に。どこに行くんだっていうコントロールをしていってもらわないと画面で追えないんですよね。はい。コントロールできてる時ってこっちも分かるんで、はい、画面追えるんですけど、うん、ただのどこに行きたいんだ、俺はどこに行きたいんだ、いいよ、いいじゃないですか。さあ落ち着いて、今飛び込みはちょっとかっこよかったですね。自分の今かっこよさに酔いしれたでしょう。